ハレ管弦ンン楽団は、イギリスのマンチェスターに本拠を置く、イギリスで、最も伝統あるオーケストラである。古い日本語資料では、ハルレレ管弦楽団という表記になっている場合もある。1996年以来、ブリッジウォーターホールを本拠地としている。1857年5月、マンチェスター美術展で演奏するために、ドイツ人ピアニスト、 指揮者のカール・ハレにより設立された還元楽団が源流。展覧会の閉幕後、常設のオーケストラ団体として正式に楽団を存続させることが決定され、彼のもとで同年1月30日に第1回公演を行う。当時の本拠地はフリートレードホール。以降、ハレは1895年の死去に至るまでオーナーと常任指揮者を兼任し、 オーケストラの基礎を固める。その後、1899年から1911までは、ハンスリヒターやハミルトン・ハーティ等の指揮者が音楽監督を務め、特にハーティの時代は、晴れダの第一次黄金時代と言われた。ハーティの後、常任空席の低迷時代が続くことになる。そんな中、第二次世界大戦が勃発し、徴兵される学院が続出。 オーケストラは存続の危機に陥る。1943年、ハレカン中高の外なるジョン・バルビローリが常任指揮者に就任する。バルビローリは、徴兵によって、わずか33名にまで減っていた学院の補充から、はじめ、県名の選考により、女性学院を中心として、アンサンブルを再建、手塩にかけて育成し、ハレカンは、バルビローリのオーケストラといっても、 過言ではないほどの関係を築き上げた。EMI に多数の録音が残っており、特に D.E. リアスの作品の演奏は、トマス・ビーチャムのものと並んで、高い評価を得ている。1970年に、バルビローリが救世。バルビローリの死後、ジェームズ・ロッフ・ホラン、スタニスワフ・スクロバチェフスキ、ケント・ナガノ等の時代を経て、2000年以来、現在まで、マーク・エルダーが、 常任指揮者を務めている。1996年にフリートレードホールからブリッジウォーターホールに本拠地を移転している。ありがとうございます。